伊藤洋輝選手、ね、シュトゥガルトに所属してますけれど、はい、ドイツどのように感じてますか？特に攻撃陣に能力の高い選手多いと思うので、そこに注意してプレーしたいと思います。それは、まあ、誰とかは言えますか？個人的にはムシアラ選手、すごいマッチアップして能力高いなと思ったので、注意したいと思います。なるほど。伊藤純也選手は今の状態いかがでしょうか？はい、教えてください。そうですね、はい、まあ、今本当に、ワールドカップ選ばれて楽しみにしている気持ちです。コスタリカ戦に関してはどうですか？何かイメージあったりしますか？そうですね、まあ、自分の代表初ゴールが確かコスタリカ戦だったので、はい、いいイメージを持って臨みたいなと思います。なるほど、分かりました、ありがとうございます。そして最終戦はですね、スペインということになりますけど、まあ、スペインでプレーしている久保選手の状態としては良さそうに見えるんですけど、肩とか大丈夫ですか？いかがですか？はい、肩はもう外れただけなんで、全然大丈夫です。外れただけってよく言えますね。まあ、基本的に足使うスポーツなんで問題ないかなと思ってます。よかったです。そして、まあ、東京オリンピックで前田大然選手はスペインでやってます、スペインの印象を聞かせてください。はい、なんか気合入ってる感じしますね。まあ、さっき朝起きて髪切ったんで、気合は入ってると思います。気合入ってる、綺麗になってますもんね。ありがとうございます。選手の皆さん、ありがとうございます。